ちは悪いが、今はあいつを抑えるのに協力してくれ。後で帰ってこないってよ。血の春様、ご無礼を。次水の精霊術を大幅なる。さりません。大丈夫か？一体どうしたんだ、いきなり。衝撃を受けるのは無理もない。だが三木歌の願いは無理だ。私にそんな力はない。私は鋭の地位など求めたことはなかった。それなのに鋭ぶりがで望みもしない資格を与えられ、そのせいで旧友と殺し合い、その命を奪い、
憎しみを買い、そんなことはもうたくさんだった。奴隷たちの悲鳴、嘆き、それは私に過去を思い出させた。友の断末も、その死を嘆く者の叫び、私には耐えられなかった。思い出したくなかった。だから奴隷を苦痛から解放したの。ただ悲鳴を聞かずに済むだけのために。待てよ、それじゃこの国って。そうだ、私は苦痛を、死を遠ざけたかった。他のことはどうでもよかった。それで皆が喜ぶというなら、それはそれで良いと思っていた。いや、自分でもそれを理想と信じかけたこともあった。だがそれは私から出たものではなかった。その夢は、私たちに語りかけた理想は、あれは、あれが全て、全てまやかしだったというんですか。嘘ですよね、ティオハリム様。だって兄はあんなにもあなたの夢を信じて。すまない、無駄にする気か。あんたに託された夢はどうなる。殺せばいい。私は空っぽだ。スルドの重責に怯えて縮こまっていただけの哀れな男だ。殺すなら人思いに殺すがいい。気が変わらないうちに。